こんにちは。先日、ドスパラさんの BTO パソコンと自作 PC どっちが安いかなんて動画を作ってみたんですが、結果的に結構自作でやった方が今は安いみたいな感じになってましたね。今回は逆に、ドスパラ PC と同じ金額の予算で自作をした場合、どこまで品質と性能は出ることができるかっていうのをチャレンジしてみたいと思います。今回も参考にするのは、前回に引き続き、ドスパラさんの RTX3060Ti が入ってる標準のゲーミング PC って感じのやつですね。これを参考にして戦ってみましょう。今回は2つのプラン、高品質プランと高性能プランを考えてみます。はじめの高品質プランはなるべく品質のいいパーツ、そして高性能 PC はオリジナルの BTO に比べて速度が速くなることを主に考えて PC 構成を考えましょう。それでは早速、耐久性の高いみたいなねパーツとかで構成する高品質プランから始めてみましょう。このプランは8割ぐらいはまあ趣味なんで、このパーツじゃないといけないっていうわけでもないんで、まあ自分たちでねこだわりのパーツを探してみたいですね。まずメモリはこの間は一番安いものを適当にぶち込みましたが、みんなが大好きなコルセアのベンジェンス、マイクロンチップ採用の報告があったので一応こいつ置いときます。これもヒートシンクが付いている人気の製品ですよね。ヒートシンク付きでこの金額は安いんじゃないでしょうか。基本的な DDR5-3200CL16 のモジュールの 8GB 2枚セットです。このあたりも前回の動画で説明しています。メモリの温度とかね、結構気にする方はこのヒートシンク付きがいいんじゃないでしょうか。ただヒートシンクは高さがクーラーに干渉したりとかしますが、リテールクーラーだと問題ないでしょうね。それでは次は電源です。やっぱり電源大事ってよく聞きますよね。80プラス認証が有名ですが、最近はそれなりの金額の電源だとゴールドシールが貼られているようなイメージ。いい電源を選ぼうと思うと、一般的に80プラスをね気にする人がいると思うんですが、実は信頼性とかは製造元を気にする人も結構多いです。大人気なメーカーはシーソニックとスーパーフラワー、そして CWT も人気です。よく採用されているコンデンサーがなんか日本製だといいみたいなの聞いたりしますが、正直こういう回路系は僕もあんまり詳しくないので、こういう製造元メーカーとか80プラス認証がやっぱり参考になりますよね。どの電源がどれだけ信頼できるかっていうのはぶっちゃけ使ってみてテストをしてみないとわからないし、どの製品が不良率が高いかなんてものもたくさんの電源を買って膨大なテストのデータベースを作らないと正直不良率とかまではわかりません。こういったたくさんの数の電源テストをしてデータを出してくれているサイバネティックラボさんっていうのがあるんですが、こちらのサイトを参考にしてみましょう。こちらのサイトも80プラス認証みたいな独自テストした結果をランク化してくれてます。コルセア電源の RM650 は80プラスゴールド認証。さらにサイバネティックラボさんの情報では製造元は CWT、認証はゴールド、静音性も A プラスとなかなかの評価でした。たださっき見たら結構値上がりしちゃってましたね。もうちょっと安いのでないかなっていうことでおすすめするのが、僕も使ってるアンティックの NE シリーズ 650G かな。本当はこっちがおすすめなんですけど、めちゃくちゃ安いです。ただサイバネティックラボさんのデータベースになかったんで、今回は2番目にしました。自分が使っているのはこいつの 750W バージョン、アンテック NE750G なんですが、この電源が人気なのはシーソニック製造であるという情報があるからです。中のデザインとかもオリジナルのシーソニックと同じみたいなんで、まあでもはっきりとした確定情報がなかったので今回は2番目に紹介しました。中のパーツもシーソニックのものと同じものが使われているという情報もあったから、まあ大丈夫だと思うんですけどね。でもシーソニック製の電源がまさかこの金額で買えるってなると、あまりにもお得感ありますよね。でもこれ最近リデザインされているので、新しいバージョンは一切情報不明です。さてここまでだとまだ金額的には余裕がありますね。ケースもいいのに変えてみてもいいと思う。ドスパラさんのオリジナルがマイクロ ATX のマザーボードでしたが、余裕のあるサイズのケースを使ってみてもいいと思います。スペースある方が手入れやすいから作業がすごい楽です。この金額だったら憧れのリアンリーが買えると思う。なんかリアンリーってすごいかっこいいケース出してるイメージですよね。ちょっと古いのかな情報。いいケースを買う利点は、中身を変えても今後流用し続けることができるっていうのと、安いケースってサイドカバーが閉まりにくかったりとか、ハードディスクのトレイが取り出しにくかったりとか、めんどくさいことも多いです。まあでもケースは好みですけどね。ということで、まあここまで見積もってもまだちょっと金額が余裕がある感じなんで、もうちょっと改良してみようかな。今度は電源のワット数をちょっと当ててみようか。電源はドスパラと同じワット数で、まあ比べてみてね、650W を入れてみたんですけど、特にギリギリじゃなくても最大ワット数のね、割合半分ぐらいに抑えたいっていう人なら、余裕を持ったワット数にしてもいいと思います。でも1000W とかはマジでいらないとは思います。
さっき見た RM シリーズの最大ワット数を上げてみると RM850X っていうのがヒットしました。末尾が X になってたので調べてみたところ、どうやら現在はこの X モデルになってるらしい。どうやら改良版っていうことなんで、一応仕様の確認をしてみました。エフィシエントレーティング、これが変換効率かな、これがゴールド。そしてノイズレーティング、静音性が A+、 そして80プラス認証もゴールド取得しています。加えて製造メーカーも比較的人気がある CWT ということで、結構いいんじゃないでしょうか。同じく80プラスゴールド認証ということで、一応一安心できる製品なのかな。電源はよく最大稼働時の倍くらいのワット数を乗せた方がいいよみたいなね、話聞きますが、おそらく電源の変化効率が半分ぐらいのね、使用時の時に一番効率がいいって話だと思います。まあ、電源自体のね、金額にそんなに差がないんだったら、なるべくね、ワット数が大きいのに越したことはないとは思いますけどね。特に電源って同じ ATX の規格をそのままね、引き継ぐことができるんで、まあ、マザーとか違ってもね、無駄にならないっていうのがいいですよね。さて、ここまで品質改良することで、ドスパラさんのオリジナルモデルの金額と大体同じにすることができました。ドスパラさんのモデルと比べてみると、なんかメモリがかっこいい。電源もかっこいいし、ワット数も多い。ケースが憧れのリアンリー、マジですごくないですか？でもケースが安いままだと ASUS のグラボとか突っ込んでもまだ余裕あるんだよね。てな感じです。それでは一旦見積もりリセットして、次はとりあえず CPU とか GPU とかの速度を速くしたいなっていう構成のプランにしたいと思います。ドスパラさんのモデルと同じぐらいの金額で自作すると、どのぐらいの性能向上することができるんでしょうか？CPU とか GPU とか、主に性能を当てていきたいんですが、CPU がすでに i5-13400F が入っているから、これ以上上位に行っても正直ゲームのフレームはあんまり上がらないんで、ゲーム性能伸ばしたい人は CPU はこれでいいです。でも他の作業でもっと高性能にしたいっていう人は CPU を変えてみましょう。今の13世代の i5 の上位には、13500と 13600K があります。13500は E コアがさらに4つ増えて8コア。13600K はその状態で性能が解放されているだけのように見えるけど、実は細かいところはもう少しアップグレードされてます。13世代にはざっくりと大きく2つ、真の13世代の CPU と12世代の改良版に13世代のラベルが貼られている種類があります。i5 の回はなんちゃって13世代みたいな感じで、13600K 以上は真の13世代。見分け方は L2 キャッシュが大きくなってるので、13世代ではキリのいい数字になってますね。あと対応メモリーも速くなってたり、だからコア数同士の比較以上に差が出てくるかも。本当は真の13世代である13600K とかに行きたかったんだけど、残念ながら予算オーバーになってしまいます。クーラーの料金もいるからね。それと別に問題はないんだけど、K モデルの CPU はオーバークロックできるのに、オーバークロックできない B マザーに入れるっていうのはなんだかもったいない気もする。このあたりを考えると予算では13500が限界なのかな。今回は前半の高品質プランに時間取られたから、インテルだけで簡単に考えたいと思います。 AMD はまた今度。 CPU を i5-13500 にアップグレードするんだけど、金額は7000円プラスくらいかな。 13400F との CPU とのコアの違いは、 E コアが4から8コアに倍増していること。13500は E コアが増えているので、マルチタスクを使うときに有利になったり、これはそのまま13500に付け替えるだけで OK です。しかし、真の性能発揮をするところは、やっぱり全部のコアをフル稼働する動画のエンコードやファイルの変換の速度です。これは残念ながら初期設定ではそれほど 13400F から伸びないです。このあたりは13500はリミッターを解除してあげることによって速度がデッキに上がるんだけど、まあ、このあたりは初めて自作をするなんて人は絶対にしない方がいいと思うから、また後でまとめたいと思います。OBS を使ってゲームしながら配信したりとか、その他の作業を同時にする場合は4つ増えた E コアが有利になりますが、13400の4つの E コアだけでも正直十分な気がします。まだ1万円くらい余裕があるけども、メモリを 32GB よりも SSD を優先的に増やしたいかな。メモリ 32GB って特にゲームだけならいらない気もする。エクセリアのオレンジもともと入ってたけど、これを上位のプラスの青ラベルにすると、PCI Express 3.0 のハイエンドになります。SSD の速度が速くなると、理論上ゲームのロード時間とかも速くなりますよね。この SSD 同士の戦いは以前動画で比較テストをしてまとめてますので、気になる人はそちらチェックしてみてください。PCI Express 3.0 のハイエンドぐらいからできればヒートシンクは当てた方がいいですよね。
ヒートシンクはいいのが欲しいっていう人は、僕はいつも使ってるセーブレントのやつを使ってみてください。ちょっとだけ高いんですけど、M.2 規格は今後使えるから買っといてもいいかも。普通のヒートシンクよりも結構冷えます。本当は SSD は 1TB の方が今ベストなんだけど、今回はドツパラモデルと金額を合わせないといけないっていう大人の事情で、メモリを 32GB にしてみたいと思います。そうすると金額がほぼ同じになりましたね。で、ここまでアップグレードしてドスパラさんのオリジナルモデルから比較してみると、 CPU の E コアが4つ追加され、コア数が増えた、メモリが 32GB に増加、 SSD の速度が上がる、かっこめっちゃいい M.2 SSD のヒートシンク付き、これで同じ金額だからびっくりだよね。マジで自作の方が良くない？ほぼ同じ金額にできたのに、 CPU が 13400F から 13500 になって、 E コアが4つ追加され、そのまま使った場合はマルチタスク性能が強化、全コアぶっぱらすマルチコア性能もある程度でありますが、まあ結構上がります。うん。しかしまだまだこいつで本気を出させるためには、PL1 の電力制御の解放が必須。ちょっとめんどくさいんで、こっから先は趣味の話。さて、ここからはこの Core i5-13500 の能力解放の設定をします。クーラーの強化や何よりも BIOS を触らないといけないので、初めて自作する人や BIOS を触るのが苦手だっていう人は責任持てないので、マジでしないようにしましょう。13500、こいつがさっきの電力制限の解放設定がかなり効きます。なんと解放してやると最大 30% ぐらいマルチ性能が上がるなんて情報もありますからね。まず PL1 っていうブレーキングシステムみたいなものがあるんですけど、発熱を許す代わりにこれを取っ払っちゃうことができます。まあ上位のね 13600K とかはそれをね取っ払っちゃってたりするから、リテールクーラーがついてなくてね、でかいクーラーを買っちゃってくださいみたいな感じになってます。でさっきはデフォルト設定で紹介したんですけども、 13400F と13500は1万円くらいの差があるから、正直この PL1 解放してあげないとちょっともったいないなっていう考え方もできますね。でも初期設定のままでもある程度早くなるし、単なるマルチタスクや、まあ、ゲームとかはそれほどまで大きな差はないから、やらなくても正直性能向上にはなります。 PL1 解放は完全に解放してあげてもいいんだけど、おすすめはまあ 95W ぐらいがベストらしい。制限解放してあげると 95W の状態で、リテールクーラーだと90度を超えるらしいから、クーラーは別途用意した方がいいんじゃないかなと思います。コア数とかから考えてみると、このあたりからまあ水冷とかを考えてもいいかもしれないですね。このあたりのねクーラーとの兼ね合いもね、今後余裕があればテストしてみたいなと思ってます。で PL1 解放については、まあ人それぞれの考え方が違うと思うんだけど、僕はシネベンチの R23 のマルチコアスコアだね、あれを1回回した時に温度が90度に到達しないっていうのを基準にクーラーを選んでます。90度いっても大丈夫っちゃ大丈夫なんだけどね。で調べてみたら、空冷でも大丈夫らしいんで、まあ、そこそこのコテツとかディープクールとかね、入れておきたいかな。クーラーを買うときは、必ずね同じ商品であっても、今の第13世代の LGA1700 に対応してるかどうか、対応している変換キットが付いてるかどうかっていうのを必ず確かめるようにしてください。同じ製品買ってもね付いてない場合があるからね。個人的には PL1 開放するなら AS500 とか言っときたいよね。これ面白いよね。ちょっと高さあるのかな。でもファンがちょっと大きくなってるから、水温性とかあと結構冷却もできるんだけども、高さの分ちょっと手が入りやすいようなねサイドフローの設定になってるっていう、すごく面白そうですね。ディープクールまだ1個も買ってないんだけどね。なんかしばらく自作してないうちにこのディープクールっていうのがめっちゃ出てきたよね。まあリテールで90度やから、まあこのあたりでもう大丈夫かなと思うんですけど、まあ個人的にはまあ PL1 解放とかするんやったら、もうちょっとねやっぱりそこそこのも入れときたいかな。あ、そうそう、最近コテツのマーク3が出たんだけど、なんか人気ないのかしてマーク2の値段が爆上がりしてて笑いました。なんか質がちょっとダメになってるって聞いたけど本当かな。でもさすがに高い金額出すんだったら違うの買いますよね。コテツはね一家に一台ってことでね、僕もマーク2買っといてよかったなと思います。もちろんね水冷にするとね、もっと冷やすことできるんだけど、やっぱ1連ファンじゃなくて、どうせ水冷にするんだったら2連ファン以上をおすすめしたいかなと思います。まあ1連でもね PC の内部スッキリして手が回しやすいっていう利点はあるんだけどね、やっぱあんまり冷えないからね。とまあ PL1 解放をこんな感じでしてあげることで、マルチコアの性能を大幅に上げることができます。でもこれは BIOS 触らなあかんから、全く責任取れないんで趣味の範囲でやってください。ちなみにドスパラさんの初めから入ってる13400は PL1もう解放してもほとんど性能伸ばすことができないので、こういったBIOSの設定を前提として考えた場合は性能にはかなり差が出てきてしまいます。
まあ、このスコアの差は、シネベンチ R23 のマルチコアのスコアなんで、普通に使う中では、ビデオエンコードの完了までの速度とか、トランスコードとかね、ファイルの変換とかですね、そういったものがめちゃくちゃ速くなるっていう感じです。まあ、普通にマルチタスクの快適度が上げるっていう感じではないですね。うん。一つのなんかソフトウェアでめちゃ重たいやつが速くなるっていうイメージ。まあ、設定次第だけども、その最大持ってるポテンシャルっていうものを考えると、まあ、かなりの差が出てくるのかなっていう感じですよね。さて、ここまで CPU を中心に強化してみましたが、まあ、もともとこのドスパラさんのやつがね、ゲームモデルっていう感じやから、ゲーミングとして、まあ、グラボを荒れたいっていうこともありますが、まあ、RTX3070 がね、一つこの上に当たりますが、価格的にね、これいっちゃうとね、もう他アップグレードできないんですよね。やっぱグラボね、ワングレード上げると高いですね。で、1個上位の RTX3070 は、デフォルトの RTX3060Ti より、ゲームの品質によって 6% から 9% ぐらい変わるのかな。解像度が 1440p に上がれば、GPU の負担が上がるので 12% ぐらい。レイトレをオンにすれば、さらに 13% ぐらいの差になります。重たくなりますからね。で、その両方でプレイすれば、もちろんもっと差は大きくなるでしょう。単に 1080p とかで遊びたいなら、金額から考えても RTX3060Ti にしておく方がいいかもしれない。まあ、でも比較的重いゲームを中心にしたり、これから高解像度のゲームやレイトレとかを考える人はアップグレードを考えてもいいかもしれないですね。確かに金額的には RTX3060Ti なんかはお得感がありますよね。まあ、ちょっと7万円グラボで超えるとなんかしんどい気がするよね。でもね、これでとまあドスパラモデルに比べるとまあワンクラス性能をアップさせることができます。RTX3070 の推奨電流は 650W だけど、ハイエンドに近づくほどもっと上げたい気にもなりますしね。で、今回は高品質と高精度の2つのプランを別々に考えてみましたが、もちろん、まあ、それぞれいいところをね、組み合わせればもっとね、品質も良くなるし、さらに性能もいい PC が出来上がります。もちろん高くなるけどね。そして13500、こいつがさっきのね、電力制限解放がね、かなり効くということで、なんと解放してやるとね、30% 性能が上がるっていうことでね、ちょっと美味しい感じはするよね。と、まあこんな感じで、やっぱり今は自作が安いから、ドスパラさんのモデルと比べてもね、まあドスパラさんの BTU いいと思うんですけども、それと比べても、やっぱりここまでね、かなり性能差ね、頑張ってみれば出てくるということですね。最近のインテルはね、すごく、悪いですね。なんかこの PL1 解放とかそういうことをまあさせるっていうのはもう今の初心者からしてみればめちゃくちゃやりにくいなと思います。でも今のインテルさんの CPU もね、AMD とね、対抗するために結構余裕がないから、こうやってまあ、熱い CPU を作って、リテールクーラーでも使えるんだけども、能力解放した方がもっと性能出るよみたいな設計にしてる。これはもう、インテルが悪いですね。初めて自作組むとかの人は、マジでこの E コアあんまり多くないような 13400F か、そのあたりで留めといた方が、マジで設定とかも楽やし、クーラーとかも初めからついてるリテールでいいから、マジでいいと思う。まあ、これはもう、すべてインテルが悪い。てな感じですね。今回、まあ、ドスパラさんの BTU を久しぶりに見て、まあ、次は、なんか他のメーカーね、つくもさんとかを参考にして見てみてね、まあ、同じような動画また作ってみようかなと思います。なんか、でも PL1 解放とかさ、なんかクーラーとの兼ね合いですごくなんか、こういうのって面白いですよね。まあ、インテルさんすごいね、なんかややこしい CPU のラインナップになってきたけども、逆にこういうのが自作してたら面白い感じがする。で、クーラーはね、主に水冷の二連ファン使ってたりするんだけど、最近ディープクールさんの、水冷クーラー、空冷クーラーがね、いっぱい出てきたりとかしてて面白そうやね。で、なんかいろいろあるよね。アサシンとか、なんだろう、なんとか600とかあるじゃん。あのあたり。なんとか600の方が、なんか見た感じ、コスパもすごいいいかなって感じで、あのあたり買おうかなと思ってるんですけどね。確かにね、自作 PC の方が安いっちゃ安いんですけども、やっぱりね、やってると、なんかいろんなね、そのクーラーとか、まあいろんなね、パーツが出てきたら、あれもこれも欲しいみたいな感じになっちゃうんで、予定金かかりますよね。なんか自作やめた方がいいかも。